やりたい人なんてすぐ見つかりそうじゃん。でもそれってものすごく体目的じゃない？不明と何が違うの？いや、例えばさ、これが食事だとして、空腹だからご飯が食べたいっていうのとはちょっと違うんだよ。それは食欲で欲求不満ってことでしょ？うん。でも美味しいご飯が食べたいとか誰かと食事に行きたいっていうのは食欲とは関係ない気がしない？わかるようで。ねえ、もうさ、とっかえひっかえしたいとかそういうことじゃなくってさ、いろんな人といろんなご飯を食べた方が絶対に楽しいからみたいな。